はい、どうも皆様こんにちは、まいぞです。はい、今回はですね、まあ皆さんがねやったことないことをやんないとね、まあ、人間失格だと自分は思っているので、今回はですね全人類合わせてねやったことあると思いますけど、あんまりね自分の知ってる中でこれをやったっていう人は見たことないです。はい、必要なものをまず紹介しましょう。ティッシュ、カゴ、そして今回の、メインキャラクター主人公ですね、ガムです。このガムね10円です。実はね1個10円のね最強ガムです。300円ですね、合計。はい、これ10個入りなんで100円なんですけど、はい、まあこの中に確か4個ぐらいねガムが入っていた記憶があるんですよ。つまり言えば 4×3 をして12、 4×30 をして120個ガムがあります。120個ってことは、まあ、100個いっぺんにガムを食えるっていうのは正直ね小さい頃の夢でもあったので、今回それをやっていこうと思います。では早速やっていきましょう。はい、これがね100個のガムたちでございます。思ったよりね少ない感じでね、あんま多くないですね。はい、とこんなもんかって感じですね。はい、これがね100個のガムです、10円の。はい、というわけで早速ね食べていきましょう。いくら100個って言ってもまあ3桁だし、多分ねアリさん100匹食べてくださいって言ってもきついと思う。うるせえなこれ、きついと思うんですけど、まあ早速いきましょう。大体噛んでいきましょう。はい、こういうガムでございます。あ、ちなみにねこういうガムです。はい、この可愛い中に4個ずつ入ってるんですね。うん、ガムは8個食べると食べれません。あと唾液が止まりません。本当にやばいです。あと普通の人たちも泣きません。これは無理です、本当に。マイスマイスがいいです、絶対に。いや無理です。正直汚い話ですけど、これガム100個分の大きさですからね、無理です。もう二度と100個食べたくないです。辛いです、悲しいです。でもね、知ったことがある。ガム100個食べると喋れません。よく知りました。あとね、ガムの噛んだ時の汁っつうのかな、それが止まらないですよ。常に出てくるんですよ。もう こういうのじゃないんだよ。もうこんな丸いですけど、液体で表すとこんぐらいあるんですよ。それが止まんなくてね、やばいっすね。これ記念にキャッチボールとかしたいですね。はい、
まあね、とってもね、口のね筋トレになると思うんですよ。顎の筋トレ、ぜひね、顎の力が俺弱いんだよっていう人いねえな、そんなのそういう人はね、ぜひやってみてください。本当にね、真似すると危ないんでね、あの小さい頃本当にガムを100個食べてみたいんだよ俺みたいな思ってる方いますよね、絶対。今小学生ぐらいの人絶対ガム100個食べたいと思ってますよね。食べると多分ね、ろくなことにならないんで、やめた方がいいです。笑い事者ですかね、本当に。膨らませることもちなみにできませんでした。ベロがちぎれるんじゃないかってぐらい危ないです。てなわけで、今回はここら辺にして終わらせようと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひね、100個食べてみてください。バイバイ。